はようございます。おはようございます。どうしたんですか、なんか声が。車の時からカメラ回すまでの1時間喋り続けて喋り続けてね、流れ込んでる。もう意味わからんし今日はでもなんかピーさんテンションがね高い。いや、いいことですよ。というのもね、多分あの皆さんこれわからんと思うんですけど、外はね雪が降ってるんですよ。そう、我々はね、あのやっぱり単純な生き物ですから、雪とか見たらちょっとテンション上がるんですよね。犬やもうま単純犬やちょっともうほんまにもうね、もう40なんですよ。ねえ、もうほんまに。あったかいお茶すすりながらパチスロ打つ番組とかやらしてくださいよ。ほんまに、俺もやで。僕もいつまでこのなんか、ヒーヒーハーハー言う系、やらんとあかんねやろって。なんかもう二人でね、Pさんとね、なんか、番茶、そう、温泉入って、お茶菓子食うて、番茶すすって、そろそろじゃあスロットでも打ちに行きますか。って。っていう感じでね、なんかそういう感じの番組があってもいいんちゃうかなとか思うんですけどもね。5000円負けたい。あ、帰りまひょか言うてね、ほんまに。リンクやったら嬉しいけど、リンクだよって悲しい。もうそれ言うてる最中にね、いれば外れて。悲しい。ピザ、今のところでいれば外れたわ。ちゃんとつけなはれって。何歳までやってるよ。とりあえずちょっともう、あのお金戻さんと、しんどいしんどい、ね、そうですよ。もうあの皆さんお察しやと思うんですけど、初めに受け取った100万なんかもう70万、まだ計算上残ってるかもしれんけども、あの当の昔に尽きてますから、はい。あのただただ俺はこの収録来たら金失うだけやと思ってるんで、だから、うん、ギャラ渡し。俺これ今ノーギャラでやってるから。その気持ちで来て行ってるから。もうほんまに恐ろしいことですけどもね、はい、なんとか頑張りますんでね。あのもらった100万円、計算上70万残ってるということで、近いからね、うん、頑張ってね、のこさんとほんまにアホで使い切ってしまったんでね、なんとかちょっとでも戻さんとあかんところなんで頑張りたいと思います。それでは皆さん行ってまいりますんで、今日はちょっとお昼ご飯がね楽しみなんですね。紹介します。そう、紹介していただいてるんで、フォロワーさん方に全員が口揃えて言うお店があるんですよ。ちょっとそこ狙っていきたいなと思いますんで、楽しみにしておいてください。それでは行ってまいります。それはあの寒いのかおしっこ我慢してるのかと違う。おしっことうんこですね。俺もこれ一つ疑惑があるんですけど、なんかちょっとね、あのもう漏らしたんちゃう。じゃあなんかね、実はあの車の中からねずっとトイレを催してるけど、あの抽選がちょっと雪でギリギリやから、ちょっと我慢してくれっていうので今お願いしてるところやったんですよ。で今我慢の限界に来てる。ほんまに無理だわ。トイレどこな。そこお前に秘伝の技教えたろわ。あの金玉の裏あるやん、ちょうどこう、はいはいはい、右と左に分かれてるところのちょっと裏の線あるやん、はいはい、その真ん中のところをギューって人差し指で押したら始尿点っていう経絡飛行があんねん。で、あの1分だけ尿意止まる。その代わり1分超えたら今までよりの倍の尿意が。何そのロキソニンみたいな。ちょっと待って、背景探させて。ちょっと待って、ちょっと待って。ジャガランドルじゃないか、トイレも無理やって。俺もあんな無理やって、ローソン行こうや。トメキチ。おお、久しぶり。もうギリギリまでおしっこ我慢してて。はい、そこトイレありますよ。あの並んでる。俺的にはお前ちょっとやらかしたんちゃうかなと俺は思ってる。何をですか。ほんまに、いや正直言ってくれたら言ってくれたらいいねんけど、うん、運がついとったらよかったのになと思って。ちびってさ
お前はだから運を逃したっていう。全然もうね、前回俺10万やられてんの。どっちか言ったらあの今日ピーさんやらんとあかんの励ましね。いやもうあの前回の分取り返せよぐらいのね。だから運を逃したとかね。いやうんこ漏らしとったら運ついたやんって言ってたのに。あのな、これだけ言っとく、俺、おもちゃやな、人やねん、ワイはおもちゃやないねん、ほんならトークも俺もくっさいくっさい言うてさ、くっさい名前はって、このうんこたれがって、うんこたれが、まあね、いじめれるやん、まあ、この界隈ね、それで多分むちゃくちゃ盛り上がんやろね、うんこたれが、このうんこたれがって。まあ、俺やったら迷わずもう今日みたいな先生たん漏らしてますよ。俺が演者やったら俺が演者たん漏らしてるちゃうねん。背負ってるもん大きすぎるやろ。業がでかいわそれは。なあ、うんこ俺やったらちびってるとかね。ちゃうねん、もうそれテリー伊藤の時代やねん。な、今令和やからな、俺やったらちびってるとか通用せんのよ。ほんまに、ね、ほんまのベベやったやないか。すげえな。まあ、ゆっくり消毒して何しようかな。なんかね、前の金曜日はデータ見たら、はいはい、バイオハザード7が全台、ね、あのプラス4000枚とか、全台合わせて、うん、でまあ、カバネリも取れるわけないよな。なんか新パネル出とるやないか、まあ、満席っすわ、ね、これちょっと参りましたね。え、なんでこういうことになってんの。なんか前この辺の聖夜売ったん覚えてますわ、うん、バルブレーブもむちゃむちゃ空いてる。昨日とかが鼻くそ、よし決めた。昨日おとついと鼻くそだよ。こいつで行こう。分析ちゃう、うん、落ちたな。昨日鼻くそですね、うん、でおとついも鼻くそ。ちょっとうんこたるに鼻くそ言われたらないね、うん、鼻くそ2連ちゃん、ね、2連鼻くそやから、さすがに3連鼻くそは俺ないと思うんでこの鼻くそに決めました。何はうんこたるが偉そうに。なんでやねん、うん。もうね、ちょっと今日やばいですよ。やばくなってきちゃった。というのも、店内入って、はい、あそこに大型液晶があるんですよ、はあはあ、このお店、はあはあ、バイオハザード7とカバネリしか流れてないんですよ。あ、これ示唆とかあんのかね。示唆かどうかわからないですけども、まあその寝台でね、はあ、バイオハザード7増大、カバネリも増大なんですよ、はあ、でもう僕ら入った時には2つともパンパンやったじゃないですか、うんうんうん、そこだけは、うんうんうん、だからもうちょっと今日はパワー勝負になるのかななんていうふうに思っちゃったりしてさ、うん、まあ、でも基本ここはあのこの店はベース高いんで、はい、一番下はない。ちょっと待ってください、それ何の情報ですか。じゃあ、絶対適当なこと言うてますよね。うるさいな、うんこたれ。じゃあうんこちびってへんわ。え、今まで大人になってからちびったことないんですか、一回も。大人になってからはね、うんこ一回だけしかちびってないです、ね、あ、ちびったことはあるね。はい、ありますね。優子がなんかおならが出えへんって苦しんどった時に、はいはいはい、ええやろっつっておならブーブーしてたら、うん、うんこまで出てしまったっていうことは一回兵での自慢してて、そう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 、ええやろええやろってやってたらうんこも出ちゃったっていうのは一回だけ、ね、大人になってから、はい、あでおしっこは、うん、おねしょは2回ぐらいあります、ね、おねしょ、はい、酔っ払って、いや全然酔ってないですね、普通に通で、なんか夢でめっちゃおしっこしてる夢見てて、パッと目覚めたら股間が濡れてたっていうのは、うん2回ぐらいあります。しょんべんたれにうんこたれやないか。すんません、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、見ていただきます。これ自分で作らはったんですか。いや、これはネットで買いました。ネットで買リベンジだ。ネットで買える、買えるんや、これ3キュッパーですよ、俺らも買いましょうや。なんでお前商売邪魔すんな。お前が来たらおかしなるやんけ。いや、おかしなろうが別にええやないか。別に来てるぐらい。なんでお前がリベンジャーズすんねん。じゃあ別にリベンジャーズせんでもええねん。ただ来たい言ってるだけ。先輩特権はないんやから別に、ああねえ。いやいいです。なんか喋ってる間に俺山盛りでやこやこ引いたんですよ。引いたな。2回トランク引いて、で茶目も今日チェリーも引いたのに全部つかりやがった。探します。どうしましょう。ほんまにえらいこったですよ。ほんまに。まさかの3日連続鼻くそっていうこともありえますからね。そしたら全部埋まった。あ、左っすか。うん、あ、ほんまやな。
2人リタイアしてる。あ、3人これ当たると思いますわ、はい、多分だいぶ強い。80回までは行ってへんけどかなり強めやと思います。てか今作ね、その10トンに変わる80回、ほぼ行かないイメージありませんね。このシェフけど、はい、次回へ、はい、リセットですね。リセットのチャンスモードで刺さったと言って OK。 相当9本ですね。本日のパート君に決めた260ゲーム。なんか間違った青7とかけえへんかな。はい、はい、260ゲーム、ボーナス確定ということですね。投手9本、おめでたい。青7がいいですけどね。まあ青7も多分天国からとかしてほぼ以外のちゃうかなって思うんですよね。まあでも一応青7トランクアメリカのところね、やってみましょうか。はい、無理でしたね。はい、赤7。さあ入れればいいだけの話ですから、ね、ここで入れれる強者になりたいって僕は、ね、やっぱ朝一当たりやすいのはちょっといいですよね、うん、やっぱ2回2回、ね、ラスト延長もない。はい、125枚ですね。無理か、無理で画面も特に資産なしの131枚でしたね。残念。チャンス目、チャンス目は引けてますね。割と今のところ仕事は全くしておりませんが、チャンス目は引けてる。まあ上げ狙いでリセットかかってたっていうこと、ちょっとプラスに考えるのがいいんかな。白色で、あ、あるわ、当たりそう。うん、シャメでかかりましたね。あ、青でリプレイして当たりました。あ、絶対当たらへんと思ってた。やりーやりー、オッケー。46ゲーム持ち玉で2回目のボーナスでございます。やった、やりましたね、Pさん。やったね。いいよいいよ、狙い球や。天国では多分なかったですね、分からんけどね、そこはもう。ただでもよかったよかった、ボーナス2回目48ゲーム、よかったよかった。あれ終わった、終わりましたよ。なんか枚数もクソ少ないし、まあ、少ない、何やねんこれ。もう暑いとかってそういうのも多分ないと思うんで。あ、ちょっと長いですね、 KJT の機能性か。あ、先なんや、ハリウッドスタジオ。あ、でも今日ですね、これ今日バトル。あ、でもチャンスアップは特に当たって、あ、よし、当たりましたね。はい、58ゲーム持ち玉で行きました、うん、またこれもチャンス目から。いや、いいですよいいですよ。何がちょっと俺の体に何が起きてるのかわからないですけど、なんかね、うん、非常に仕事してる、非常に、はい、また赤ではあります。はい、もう3度目の正直行きたいですね、うん、まあ、で今のところ2回とも40ゲーム止まり。はいはい、ちょっとそろそろ残念。サンスルー、サンスルーで全部40ゲーム101枚でした。嬉しさもなし。出玉も増えん、決まりだね。まあそうでしょうね。うわー、チャンスね。あ、行きました。いやー、ちょっと、まあ、今日初の6回目ぐらいのトランクで行ったんですけど、チャンス目取っときたかったな。まあいいんですけど、もうそこはしゃあないから。行くわよ、時間ですか。いい感じ、行くわ
ラストチャンス。いい感じですか。いい感じ。さあ、頼むわ。ああ、残念。このチャンスゾーン、ほんま活かせないっすね、僕。ありがとう。チャンスね、67。あ、いったね。あってもおかしくない。で、30回。ちょっとね、刺してくれたら嬉しいんだけど、バトルが先。こっちやろう。パッキーですね。パパラッチ。ああ、いったんちゃうかな。超攻撃に発展したんで。またじゃあ、これは缶詰の可能性もあるし、天国の可能性もあるし、で、ちょっとどっちか分からんけど、とにかく当たりはシス。はい、当たりましたね。96ゲーム、持ち玉で4回目の当たりです。ゲーム数的に天国。やったんか、ちょっとようわからん、うん、チャンス目っぽい前場の流れやった気もするし、狙い構え赤、難しい判断が難しいところですね。さあ4回目のボーナス、せめてな60ゲームはい、延長もなし、そう90枚、うーん厳しいな、延長もなしですよ。さあ召し上がれ、天国抜けですね。天国に上がってたんかどうかもわからんけど、でまあ、設定差のあるところとか運は分からんですけど、今現状、まあ、打ちましょうか言うて、だってもうボーナス4回スルーしてるんで、モグル戦うわ。6回目から青7が 50% になるんですっけ、確か9回で。あ、また行く、また行きましたね、ラブコースは。ちょっと3回目仕留めたい、ラブコースは。あ、ちょっとちょいチャンスアップ、2個ですね。ちょっと仕留めたいな、うわー、いくわよ、雑誌出すの2つ。 あ、 あるんちゃいますか、さすがに来ましたね。 OK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 、持ち玉残り49で、ナイス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 、すげえナイス、109ゲーム、うん、すげえナイス、すげえナイス、すげえナイスでしょ、いやすげえナイスだけど、ボキャブラリーがボキャブラリーがボキャブラリーに定評のあるこの手吉さんにそれ言いますか、 まだボキャブラリーが豊富で定評あるっていうのは俺も聞いてんねんけど、すげえナイス語彙力がね、いやちょっと入れたいなマジでな、これで5回目ですね。ひなが見込めってことなんかな、ハッピーさん、そうかなあまりピリ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 しやんとって、うん、そうそうそう、トランキーロ的なね、あ、焦んなよと、あー、焦るゲームよ、はい、次が楽しみや、次のボーナスが楽しみだよ、はい、149枚、まあでもこれは助かりましたね、やっぱ60ゲーム行くだけで、うん、ありがてえ、初当たり軽い、まあ今のところはね、こう非常にうまいこと言ってるっていうのもありますから、子役レア子役やったりとか、そのラブフォースワンですか、うん、の入り方であったりとか、いやでもちょっと今のラブフォースワン言っときたかったっすな、え、何初めて、こんな何これ、あ、これは絶対熱いわ、これはこれはさすがに熱い、あれ見て、チャンスね、
チャンスですね。多分4人は本前町の可能性もだいぶアップみたいな、だから多分クソアツや思いますよ。多分400入って降格に行って、うん、で今のチャンス目で解除的なやと思いますよ。さすがにこれがエリートのチャンス。ほらこれがエリートのピアン、ピアン完全におかしいわ。ピアン当たるわ。KJT 行く間もなく、はい、総投手18本まで来ちゃいましたけども416ゲーム、これで6回目で一応恩恵は受けれて、うん、50% で青が出てくるという認識で私はおります、はい、出てきて、じゃあ出てきて、いやほんまにね、狙い構え、青狙っていきます。青狙っていきましょうよ。あかんわ、まあでもこれでも入らんわけではないから、まあまあね、うん、マジか。 50% 情報ほんまなんかな。でも見ましたよね。まあでも 50% やから、うん、50% 情報はでも確か見たと思うねんな。まあ 50% やから入らんこともありますから ね、 ね、ね、なんかいろいろつけてますね。ただトランクばっかかな、はい、トランク見ないラスト。むずいなぁ。汗かけ抜け。177枚取れたことをまあ喜びましょうか、うんうん、では感謝感謝でいきましょう。感謝です、うん、これで6回スルーですね。あ、Pさんこれ当たるわ多分。 Pさんこれ、うん、天国上がってますね。てか天国上がってくれたな、逆を言うと。いかんまい、ウィッカーチャンス、こりゃエリートシャッシャー、はい、そこですり抜け、私から行かせて、次はロジウラを駆け抜け、最後は大エリートウィッカー。ほんますか。あ、そうそうっすね、はい、当たりました。天国で、86ゲームですね。おっしゃ、もうちょっとその青七の話なぁ、まあ、かもやめれへんでしょ、こんだけ当たったのな。そうね、狙い構え、ほら、募集っていうのを勝手な思い込みやったんですかね。うん、そしたら5節行こうな。Pさん、うん、なってきたな。え、なってきましたな、うん、行こう、揃ってー、さすがに揃うな。おそう、何今の、よしよし、やっときましたよ。ナイスナイス、やっときた。ああ、いや継承なんちゃいますか。やったやった、一番いやいや継承継承ね、前回までのこと考えたら、よし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 、やっとってことはやっぱり確率通りぐらい、はいはい、今の9回目ぐらいの、よかったよかったよかったよ、当たりの家もいっぱいあるから、俺もご機嫌よ、うん、ご機嫌ちゃんやね、うん、ご機嫌ちゃん、オッケーオッケーで、しかも今枚数取れましたから、出るばっかりやって、はい、ご機嫌チェーンの155枚です。どうした、行きましょうか。じゃあ一発目、極限サバイバー100万円でやってるわい。はい、お昼ご飯、お昼ご飯、今最高のところでお昼に来ましたね、お昼ご飯なんですけど、楽しみにしてましたよ、うん、これはさんからのタレコミが、そうですね、もうタレコミというかもうチクリですね、うん、情報提供をいただきまして、なんか美味しいハンバーグ&ステーキのお店が、なんかもうここやったらそこ行けみたいなぐらいの感じやって、うん、でまあちょっとそこをまあ僕らも Google でね、うん、ちょっと調べたんですけども、我々の意見は一致してて、食うのはハンバーグ、うん、
ステーキではないんじゃないかっていう。いやもう分からへんで、俺行ったらまたステーキになるかもしれない。それは。まあ、それ俺そんなこと言うたら俺なんか分からんけど、ピーさんの腹に噛みついてるかもしれないですよ。いやいいよそれ。それ言うのシャイカンドペア。うまいわ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 。十歩十歩十歩。下まで行っちゃった。やっぱり人気店なんや。うわすっご。まあ、バカなんだ。車で待ってる人いるな。行きましょう。はい、じゃあ切ります。それでもお前ハンバーグ食べんの？いや、ちょっと待ってこれな。ちょっとなんか確実に正解の組み合わせがあると思うんですよ。うん、めっちゃ本気やん。しかもオニオンソース、こんな間違いないわ。お、確信しよった。今行ったわ。ハンバーグあんで。ハンバーグ食いたいんですよ。ハンバーグ行ったら？いや、ちょっとステーキ食わしてくれや。ハンバーグしとったやん。セットって書いたんやから。ダブルステーキセットやもん。いや、そしたらハンバーグついてまえんやんか。あんたハンバーグ行ったらええんやんか。ハンバーグ2個頼んだらええやん、ハンバーグ。ハンバーグ増量。あ、これ、ハンバーグ&ステーキどっちもセットのハンバーグ増量。正解かも、それ。これ。あの、そうするわ。これと、ステーキの増量しようかな。いっちゃう？ 2,000 円ぐらいいっちゃうで。いいか、全然いいか。うん。グラムさんと。これいきましょう。はい。で、書くんですって、これに。そうやね、ミンチカツ単品、あ、ミンチカツ単品ありますわ。食います？ミンチカツ単品いこう。うん。これな、何が嬉しいかっつったら、スープ、これ向こうで飲み放題。え、な、グーなんなの？グーなんの？いらんし。さゆやん。いや、じゃあこんなんで腹膨らましたらええんよ。じゃあほんまに食べ放題ちゃうで。あの爆裂級の量ってめっちゃうまないですか？なんですかこれ？コンソメ。じゃあ絶対じゃん。牛骨の味。牛骨の味っすね。まず単品でミンチカツ。ちょっと待ってこれ。匂い。なんか独特の匂いな。チリソースっぽい匂いかな。風味が止まらんわ。絶対美味しいでこんなん。うまそうっすね。いいっすか。食べ食べ食べ。お酒に行って。いていていて。何やこれ。オーロラソースって言うんかな。あ、オーロラソースかな。うん。これね、ミンチカツ脂肪が好きなんですよ。あ、前でも唐揚げ大好き人間って言ってた。いやもう両方っす。ミンチカツ。熱いやん、揚げたてやから、うん、揚げ物大好き人間やけど、猫舌なんかたまに傷やん。まあ、もう猫舌や、ちょっと待ってくださいね、みたいな。じゃあ、うまい。え？肉汁じわっと系ではないけど、うん、もうミンチカツミンチカツたる無縁が全て詰まってますよ、うん、もう肉肉しい肉肉しい、うまい。そろそろこれオーロラじゃない？なんやお前。あ、でも汁めっちゃ出てるやん。うん、うん、うまい。肉汁たっぷりやん。いやでも食べれば分かりますもん。肉肉たっぷり。あ、うまい。うまい。これオーロラソースまだあるね、うん。じゃあミンチにちゃんとナツメグとかの味が来てるね、うん。やっぱりハンバーグ屋さんが作るミンチやから、うん、絶対うまい、ね。うん、まあ肉汁やばいな。肉汁すごいよ。まずハンバーグの周りをポロポロ卵、うん、でこう埋めてあげて、うん、でケチャップとウスターソースぶっかけて。うんめちゃくちゃうまい。マルシンハンバーグ？そう。やってみてほしい。じゃあもうマルシンハンバーグでええやん。いや違うね。高いよ、ここのハンバーグ。ちゃうねん。マルシンハンバーグをチンしてケチャップつけて食べたらいいやん。ちゃうねん。だから富吉はもうとりあえずマルシンハンバーグと赤ウインナーと唐揚げ与えとったら、もう大喜び。あとオムライス。オムライス。もう体のことちょっとやっぱ多少気になってきたから。うんうん。切り干し大根とかちょっとつけておいてもらったら最後ですね。ひじきとか。なるほどね。あのあたりがちょっとあったらやっぱり僕は嬉しいなっていう。僕はもう完全に海のものとか山のものとかその時期時期に取れた
あの新鮮な時期のやつ。だからその下のね、その食べ物のことをやや言いたないんですけど、うん、ちょっとほんま唯一 P さんの嫌いなところがそこ。何それ。むっちゃわんぱくなくせに、うん、その海とかね、山とか。一番その時期とか、時期とか。そう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 。何を言うてんねんって。全部油で揚げ焼きしたら一緒やないか、うん、いやもう俺だからチンしたものとか基本食べられへんからじゃあ多分俺のこと分かってんと思うんだけど、俺だからリッツの上に何か物乗ったら食べられへん育ち良すぎてリッツだけでよくはん来た来た来た、ご飯の代わりお願いします。ありがとうございます。うわこんなんできたで、じゃあまたでかー梅干し食べるのは食べられる、これ量2個あるこれ過去限界みたいな笑うしかない、うん、待ってこれ何、おはようございます。卵とかすんごい、うん、うまっすすごいな、すごいな。じゃあちょっとこれ食えるかな、食えるやろ、なもんこんなもん、これもうちょっとここから俺戦いですわ、俺も戦いや、これちょっとミンチカツ持ってて、ミンチカツちょっと先でもらおう、ね、ちょっと僕あれ来た瞬間に乗せますんで、俺もそうそう、えかけるかける、すっごい、やばうまっ、え美味しい、ごめんなさい、多分部位とかも分かってないですよね、どことか並んでる、柔らかい柔らかい、俺今まで食いだステーキって一番柔らかいかも、そうでしょ、さすがにそれはね、ちゃんさすがにそれはめちゃめちゃ柔らかい、だってパッと見そんな柔らかそうに見えませんよ、分厚いお前ら、うん、分かるわ、歯はいるで、ただ何さすがに歯はいるけどそりゃそうかそりゃそうよ、歯いらんはないわな、はい、じゃあ今俺鉄板触ってもうたけど別に熱ないもん、嘘でほんまにそれは嘘やろ、ほんまにほんまに、やっぱちょっとうわよだれが止まらんわ、ほんまにやらかいやろ、ステーキからいきますもん、いただきます、うん、やらかい考えられへん、そうすうまい、肉超うまい、このやお野菜ね、もやしね、うん、バーブ、今はバーブ、うん、うまいやろ、すいません、何名様でしたか、さっきから100%のすげえ肉肉して硬いやつだと思いきや、うん、全然違う、すげえ美味しい、ちょっと柔らかくて、うん、ちゃんと塩コショウが、そう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 、これ粗挽き、粗挽きやね、頭で米何杯でも食えるやろ、うん、これだから何杯っていう概念じゃなくて、俺今日3合食べる、3合今の、うん、あの子だったらめっちゃ幸せちゃいます、うん、やらかすぎるわ、ハンバーグめっちゃ多いん、だって1個プラスしてますもん、だからトマトも3つはついたんねん、えトマトも3つついたんねん、うん、ハンバーグおーね、いやこのステーキ、うん、980円、安すぎるありがとうございます、あとは火曜日の気がつくお願いしますけど、もう無言でただただ肉をかっくらう、うん、一番幸せなことですよ、うん、ぐちゃぐちゃされんのが、うん、余裕があるようなことやな、うんうん、うん、おかわりです、たまりませんな、うん、お前がね、ね、これ最後に残したい話ですよ、好きな、うん、ハンバーグを先処理していくか、でも俺は最後はステーキちゃうかな思ってる、うん、今に全然余裕出てるよ、
やっとこんなに減ったんじゃなくて、ああもう別れるんだみたいな、必ずこんな量やの名残惜しい、なくなっているんだ。もう満足げな顔して、満足げな顔してるわ。なんかもううまいとかまずいとか、そんなことだけで片付けたくないっていうか、それぐらい僕ほんまにね、こう、エンターテインメントでしたね、むちゃくちゃ楽しめた。もうほんまに、多くからもう見てと、そうそう、でも味がうまいなんていうのはもう当たり前、当然至極真っ当のことで商売してる以上っていうことで、そこからさらに上でこう我々にサプライズ、提供してくれたっていう、ちょっともうほんまに僕は結構ね、大げさじゃなくて、その極限の中でとかでもなく、結構人生の中でもだいぶ上位は間違いないですわ、いろいろ楽しめたっていうことを考えると、これはちょっとほんまに近所にいる人は、ね、車で1時間ぐらいやったら来るべきやな、車1時間で来るべきやな、来るべき。あ、肉にね、圧倒されてください、肉の圧を感じてほしい。いやもうほんま圧の圧力な、タバコの吸おう、これタバコ、ボーッとタバコ吸うしかないわ、これ。そう、これはもう今日はね、いざ、あげますから、煙でいきます。煙でいきますか、煙しかない。めっちゃぶっ飛んだったのに。当たりました、天国あ上がってますよ、51で。お、直撃。直撃や。タバコ行こう。よし。タバコ行きましょう。あるわ。極限サバイバー、100万円でやってるわい。